高血圧症を予防する上で不可欠なのが日々の血圧管理です。そのためには正しく測定することが重要です。血圧は時間や測定状況などで変動します。家庭血圧は毎日決まった時間に測ることが大切です。起床後は起きて1時間以内、就寝前は入浴後1時間以上空けましょう。緊張状態にあると血圧というのは上昇します。着座していただいて 1,2 分少し安静にしていただいた後に測定するんですが、その時に一つポイントになるのが背もたれ付きの椅子に寄りかかって測定するというのが一番リラックスした状態になります。測定の前に1分から2分程度リラックスする時間を設けましょう。楽な姿勢で5、6回深呼吸をするといいでしょう。正しい姿勢で正しく装着することがとても大切です。椅子に軽くもたれリラックスして座りましょう。腕につけた測定装置が心臓の高さになるようにしましょう。力を抜いて手のひらは上向きに、肘はテーブルにつけましょう。日々血圧は変動しますので、できるだけその測定された回数が多い方がですね、その判断に必要なその精度が高まりますので、患者さんとか個人のペースでやっていただくといいんじゃないかなと思います。毎日測る、正しく測る。血圧は健康のバロメーターです。